バイメタルの原理バイメタルで作られたゼンマ枚をライターで熱すると伸び、ライターを離すと元に戻るバイメタルとは熱膨張率が異なる2枚の金属板を貼り合わせたものである。1750年頃に時計職人のジョン・ハリソンが高精度の時計を開発する過程で発明した温度の変化によって曲がり方が変化する性質を利用し、 温度計や温度調節装置などに利用されている。鉄とニッケルの合金に、マンガン、クロム、銅などを添加して2種類の熱膨張率の異なる金属板を作り、霊感圧延で貼り合わせたものである。長期間の使用では熱により、性質が変化することがあるため、高度な製造技術が必要とされる。熱膨張率が小さい側の合金として、 インバーが使われている。これは CE 業務が1896年に発見したニッケル36%、鉄64%の合金で室温付近では熱膨張率がほとんどゼロとなる。この業績に関連して1920年にノーベル物理学賞が業務に授与されている。温度形質内容の壁掛け型指針により 温度を示す円形の文字盤の裏側に温度の感知部分が突き出している形状の製品が多い。気温、水温、土壌温度、調理用の測定に用いられる。サーモスタット温度によってスイッチのオンオフを自動的に切り替える装置。温度を一定に保つためのこたつ、アイロンなどの電化製品に用いられている。炊飯器などは最近ではサーミスタ等で 電気的に温度を測定する方式に切り替えられつつある。点灯関係光灯を点灯させる際に安定器に高電圧の誘導起電力を発生させ、蛍光管の内部で放電を起こさせるもの。温度が上がると曲率が小さくなるタイプのバイメタルが使われている。その動作原理は、まずスイッチを入れるとバイメタルの周辺でグロー放電が発生し、それによる加熱で バイメタルが変形する。変形により、バイメタルが接点と接触し、放電が終了する。放電終了により、バイメタルが加熱されなくなり、放熱が進む。それとともに、バイメタルの変形が元に戻ろうとする。そのことにより、バイメタルが接点から離れ、その瞬間安定期に高電圧が発生する。自動点滅電球フィラメントの近くにバイメタルを設け、 温度が上がるとフィラメントの電流が切れるようになった構造の電球である。点灯直後はバイメタルが加熱されるまで時間がかかるためしばらくは点灯の状態になる。クリスマスツリーの電飾に対応される。以前はロードコーンの夜間発光用にも用いられたが現在では LED にとって変わられた。トースターポップアップ式トースターの電源弾に用いられる。バネで引っ張られた。 電源スイッチを兼ねたレバーの規制機構につながっており、一定の熱量を受けたバイメタルがレバーを解放すると、電源が遮断されるとともに、トーストが飛び上がる。方向指示期古くは、ウインカーリレーに内蔵されて点滅制御に用いられたが、現在では、電子制御式にとって変わられた。サーマルリレー過負荷から、電気設備を保護するためのサーマルリレーに用いられる。 バイメタル周辺にヒーターを取り付け、カフカにより温度が上昇すると接点が動き配線を遮断する。貨幣熱による変形以外の使用例。異なる素材を用いることで、同一の素材で製造される貨幣よりも偽造対策に優れている。製造原価が高いことから、高額効果や記念効果に採用されることも多い。バイメタル総熱による変形以外の使用例。 主に、金切りの小切りに使用され、人部に高速度高や粉末排出等体摩耗性に優れる鋼材を使用し、ミネ部にはバネ高等人生に優れる鋼材を使用することで、折れにくくなおかつ長寿命の歯になる。ありがとうございます。